合いを持っております。でもならないんだよ。例えばこのサイズあるでしょ。あれは大体10万円ぐらいです。皆様、いきなりの仕事と思ってる。安すぎ。日本で私、高島屋で見ました。ベルギーの機械製絨毯、あのぐらい大きさで90万円でした。機械製、手作りじゃない。サイドからもうすぐ、2つぐらいの皆様キャラバンサライが見えます。今修復中です。国が直しているんです。トルコでそういうことが始まったんです。大体去年皆様去年の修復が実際1年前からキャラバンサライを見て修復されています。もうすぐ見たことあるキャラバンサライの今修復中です。時代までもやっている文科省の今修復中の大正宿です。様子じゃないかなと思っています。左でも見てください。時代の噴火の火山灰なんです。上から下まで見ると一番上はピンク、下はピンクです。もっと下の方はなんか白っぽい色の色が跳ねてた時に濡れてるから緑色になっている一列、あれの下のまた見るピンク色、トータルで4つ違う皆様時代の火山灰が重なっているところになりました。
Oh my god.